日本が開発を進めている F3 戦闘機開発の今後のスケジュールが防衛装備担当者が明かした情報をキャッチしました。今回はこの F3 戦闘機今後のスケジュールが悪魔的を詳しく見ていきます。岸田内閣での第三国への輸出も決定し、大きく動き出しました。やはり法律が通用しない共産主義国からの脅威が迫っているのも事実です。やっぱり IHI 社の技術力にはロールスロイス社も脱帽だと聞いたような、聞いてないような。2024年3月26日を迎え、ついに日本の岸田内閣は、日本とイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発を推進しているグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムに関して、そこから生み出される戦闘機の第三国への海外輸出を政治的に容認することを決めた。これは、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムを推進することを、これに参加する、日本とイギリスとイタリアの3カ国の政府が公式に表明した2022年末から数え、およそ1年3ヶ月の時間をかけて出された決定である。太平洋戦争の敗戦後の日本において、政治的に安全保障政策の大きな転換として取り上げられてきたものには、安倍内閣時代の2015年の集団的自衛権の行使の容認、岸田内閣時代の2022年の反撃能力の保有の容認が先にあった。これに加えて、今回のグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発される戦闘機の、開発参加国以外の第三国への海外への輸出の解禁は、格好の現政権批判の政治的な材料として、反対派からの批判にさらされている。こうした岸田内閣の戦闘機の第三国への海外輸出の解禁の動きに関しては、ひれにことを唱える政党や団体、そして個人も含め、いわく、日本が死の商人となってもいいのか、という、戦場的で情緒的な単語をまたしても並べている状態だ。しかし、個人的に言わせてもらえれば、こうした戦場的で情緒的な単語を用いた批判が影響力を持ち得たのは、ひとえに、旧ソ連の崩壊までの冷戦時期の時代を念頭に置いていた頃の残滓であり、今の日本が置かれた安全保障環境はあまりにも異なるだろう。かつての冷戦時代には、旧ソ連が率いた東側陣営とアメリカが率いた西側陣営とが、最終的には、その両国の持つ膨大な核戦力の下で、日本を含む大半の国々は、自陣営のその力を背景に、局地的なつばぜり合いでの優位性を担保できれば現状を維持できた。だが、旧ソ連が1991年に自然崩壊を起こして、東欧方面を中心に領土を減少させて以降、多くの西側諸国は、それによる冷戦構造の終焉を迎えて、軍事予算の削減に大きく舵を切り、その束の間の平和が今後も続くものとの判断を下してしまった。こうした傾向は、日本だけに特有のものではなく、アメリカすらも軍事予算の大幅な削減に動いたことは事実であるため、一概に日本だけが判断を誤ったと断言できない点はあるが、今から見れば大きく方向性を見誤ったと言っても過言ではないだろう。この時期に中国は世界の工場とも形容される状態となり、人口ボーナスを最大限に利用して経済的な力を飛躍的に伸ばし、気がつけば、そこで得た経済力に比例して、西側諸国の予想を大幅に上回る軍事力を獲得するに至った。それでも、地理的に、中国と遠いヨーロッパ方面の西側諸国は、ドイツを、はじめとして、未だ中国を利する経済的な政策を改めておらず、逆に、日本は、尖閣諸島などの南西諸島方面について、中国の軍事的な圧力にさらされる事態を迎えている。そして、ヨーロッパ方面の西側諸国は、2022年2月末に開始されたロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにして、勝手の旧ソ連に比して、大幅に国力、軍事力ともに減少したと考えていたロシアが、未だ脅威となることを再認識させられたと言えよう。こうした世界的な軍事バランスから見ても、中国の著しい台頭、未だ、領土的野心と旧ソ連崩壊のルサンチマンを抱えたロシアが、
大きな脅威であることを西側諸国は思い知らされた形で、世界中で新たな安全保障環境への対応が迫られている。こんな状況下で行われた今回の現岸田内閣による戦闘機の第三国への海外輸出の解禁の動きだが、日本が積極的に殺傷能力を有した兵器を輸出するというよりも、共同開発国であるイギリスやイタリアとの歩調を合わせたものではないだろうか。言うまでもなく、イギリスやイタリアは日本のような武器輸出への規制をもとより言っておらず、政治的に問題がないと判断すれば、戦闘機に限らず第三国への兵器輸出を行い、その製造コストを低減させることを大きな目的として定めている。ことに、今回のグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムのような新型戦闘機の開発計画の場合、膨大な開発費が必要となることは明白であり、日本、イギリス、イタリアの3カ国が自国で調達する生産数では、コストの低減は困難だと見さされている。この日本、イギリス、イタリアという3カ国の中では、日本の経済力は群を抜いて大きく、その立ち位置を最大限に利用して、GCAP、グルーバルコンバットエアプログラムの開発における発言力を維持する上でも、第三国への兵器輸出の容認は前提になるだろう。もともと、日本は、次期戦闘機の開発については、自国主導での開発を強く打ち出していたものの、4から5年前までは、これまでと同様に、アメリカとの共同開発が規定路線と考えられており、その意味では、開発の主導権を握ることは困難だったと思われる。日本が次期戦闘機の開発を推進した背景には、現行で航空自衛隊が運用中である F2 戦闘機の退役時期が迫っていたことが大きな要因としてあり、およそ90機を有する同機は2035年頃からの退役が確実視されていた。そのため、F2 戦闘機を代替するための次期戦闘機の開発も同様に、2035年には収益が可能なスケジュールが必要とされてきたが、アメリカとの共同開発を行うには、同国の新型戦闘機開発計画である NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスとは時期が不一致であった。アメリカが進めている NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスによって生み出される機体は、早くとも2040年代からの収益を目指している模様で、かつ、その機体は、他国に輸出する考えは想定されていなかった。そのため、アメリカ側としては、日本の次期戦闘機開発に協力する場合には、ロッキード・マーチン社製の F2 にラプターと F3 ゴライトニング2を合わせた形の折衷案を提示していたとも言われており、そこには、当然日本が主導する余地はほとんどなかったと考えられる。その意味では、アメリカ側が有する戦闘機の技術的な能力には及ばない可能性は否定できないが、イギリスやイタリアと日本が、グルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムに取り込むことは、主導権の担保という点では、まだ可能性を残しているだろう。それを考慮すれば、性能的には、アメリカとの共同開発よりも多少劣る恐れはあるものの、イギリスやイタリアとグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムを推進する方が、日本にとっての自主性は保たれる可能性が高い。ただし、昨今のグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムの流れを俯瞰してみると、イギリスの BAE システムズ社、ロールス・ロイス社、そして、イタリアのレオナルド社の実績に裏打ちされた交渉力は強そうで予断は許されそうもない。こればかりは、今後具体化されるグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムの動きを注視するしか、日本の一個人にはできないが、菅和久日本側には、政治的な交渉で有利な条件を引き出してもらいたいものだ。それを行うためにも、イギリスやイタリアが志向してやまない、グルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムで生み出される機体の第三国への輸出を日本が容認することは、外せないことは言うまでもないだろう。ちなみに、仮に、日本が、次期戦闘機の第三国への輸出を行うとした場合、その対象となるのはアジア地区が想定されているが、そこにおいて、防衛装備品及び技術移転協定等の条約を日本が締結している国は限られている。現時点で、
それは、インド、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナムが該当はするが、高額な戦闘機を実際に購入可能で、政治的にも問題がなさそうな国は、正直、これらの中からは考えにくいように個人的には感じる。2024年3月15日、現在の日本で連立政権を組んでいる与党、自民党と公明党は、日本がイギリスとイタリアとの3国で共同開発を進めるグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムの次期戦闘機を、これら共同開発国以外への輸出で合意に達した。この一連の次期戦闘機をめぐる共同開発国以外への輸出という問題は、政治面からは、自民党の都会木野三郎氏と公明党の高木陽介氏の両党の政調会長の直接の協議を経て、最終的には合意に至るとの見方が有力視されていた。そのため、ある意味予定調和とも言える与党間での最終的な合意が行われた形ではあるものの、今後の日本の安全保障を左右するであろう動きの一端、ようやく政治の後ろ盾を得て、あるべき姿へと前進したと言うべきなのだろう。今後の政治的な流れとしては、3月26日を目途に、今回の与党両党の政調会長会談の結果を反映し、共同開発国以外の第三国への次期戦闘機の輸出を容認する内容を、政府方針として、閣議での決定を行うものとめされている。その上で、その閣議決定の内容を受けて、NSC 国家安全保障会議を開催、参加する旧大臣による会合によって、現行の防衛装備移転三原則の運用の指針を改定することで、正式な政治上の決定を迎えることとなる模様だ。従来の太平洋戦争後の日本は、そもそも、アメリカ以外の国との兵器の共同開発自体を行ったことがなかったが、2014年に定められた防衛装備移転三原則においても、つまりは、共同開発国であるアメリカ以外の第三国への輸出は、できない権づけであった。今回の次期戦闘機に関しては、開発自体が、太平洋戦争後に初となるイギリス・イタリアとの3カ国による取り組みとなっており、この開発実施が、基本的に公に公表された2022年12月の時点で、こうした政治的な課題を払拭する必要性が生じていたと言える。一連のこれまでの次期戦闘機第三国への輸出に向けた動きの中で、日本のマスメディアの報道も、自民党と連立与党を構成している公明党側が、慎重な姿勢を崩さず、その実施に難色を示しているといったニュアンスの報道が散見されてきた。そのため、今回の次期戦闘機の第三国への輸出の容認を、今後の日本の安全保障を考える上での前提条件と考えるそう。つまり、自民党の議員から、インターネット上の保守層に至るまでの一部からは、公明党との連立政権の解除を示唆する声も聞こえていた。しかし、自衛隊の幹部の OB の方々の多くは、こうした展開を、日本の政治上避けて通れない問題だとの認識を示しつつも、最終的には、公明党側が納得に足る説明を自民党側が行うことで、合意に至るであろうと述べられていた。こうした推察は、さすが、特殊な安全保障問題、環境を抱える日本の政治課題を、自身の現役時に幾度も経験されご苦労されたであろうことを想起させ、その敬願と言うべき洞察力には、大きな敬意を払うべきだと個人的は感じさせられた。日本の現行の防衛装備移転三原則の運用の指針をめぐっては、昨年2023年末に、日本が他国製の兵器をライセンス生産したものについて、その海外輸出を認める政治的な決断を行ったことに続き、大きく緩和されたと言うべきであろう。この時には、具体的には、アメリカ企業からのライセンス生産によって、日本の三菱重工業者が製造を行っている地対空ミサイルシステムである、ペトリオットの完成品を、大元のアメリカに輸出することが認められたものだった。これは、すでに、この2024年3月時点で3年目に突入しているロシアによるウクライナ侵攻によってアメリカ自身が自軍の在庫品の中からウクライナへの兵器支援を実施したことに伴いその補充を図る目的だったと解釈されている。個人的に
これらの動きは、日本は直接的に殺傷能力を有した兵器を、ことに、今、まさに、紛争の当事国である第三国、つまりは、ウクライナに対して輸出できないという制約を鑑みれば、その中での最大限の貢献に値するものだと感じる。ただし、正直な感想を述べることを許していただけるとするのならば、世界最大の軍事力とその装備を抱え、生産能力も有するであろうと考えられていたアメリカが、日本からの兵器輸入を希求するという事態には、一抹の危うさを禁じ得ない。アメリカの現在の民主党のバイデン政権の施策に対し、自身の再登板を目指す元大統領のトランプ氏の共和党が、その政治的な思惑から、ウクライナへの兵器支援の実質的な妨害工作とも取れる動きを続けていることも不安に映る。いずれにせよ、トランプ再登板の機運も高まるアメリカの政治状況を見て、いささか、スタンドプレー的な嫌いを感じさせるものの、フランスのマクロン大統領などは、強硬な対ロシア政策を口にしているようにも見え、今後に注目すべきであろう。さて、日本の防衛装備移転三原則の運用の指針の改定についてであるが、自民党単独では、他国との共同開発兵器のそのすべてを、第三国への輸出も可能とする緩和策を考えていたが、連立政権を組む公明党の立場を考慮して、一旦、その考えを改めたと見されている。そこで、自民党は、すでに動き出している次期戦闘機開発に的を絞り、その開発費用が、少なくとも、兆円単位の膨大な投資が必要となることを念頭に置き、まずは、この次期戦闘機を、多摩三国への輸出を可能とすることで、その費用負担を軽減させる方針とした。ただし、輸出先となる第三国については、その対象国は、国連憲章が定めるところの目的と原則に合致していることを前提として、その内容になぞらえして、次期戦闘機の使用を行える国、つまり、現行の国際的な約束ごとを締約した国に限定することとした。これは、日本との間に、兵器類の適正な管理等を定めた、防衛装備品及び技術移転協定等を、すでに、締結済みの国に限定するとしたもので、この定義に該当する国家は、現時点では、世界で15カ国のみとなり、かつ、さらに、紛争の当事国は除くこととされた。こうした内容を、日本の現行の防衛装備移転三原則に反映させ、また、時の政権が、個別の兵器に対して、その案件単位で、与党内における協議や閣議決定を行うものとし、そのプロセスを経ることで、決して、無条件に兵器輸出を行うことはないと示している。このあたりの現行の防衛装備移転三原則の今後の運用指針に対しての説明に関しては、良くも悪くも、いかにも政治的な言い回しや表現の塊とも言えそうで、日本の兵器輸出に全面的に反対する勢力からは、今後も批判は続くと思われる。ちなみに現在の日本が、すでに、防衛装備品及び技術移転協定等を締結済みの国とは、欧米が、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、アジア方面が、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、そして、一応、オーストラリア、中東が、アラブ首長国連邦の15カ国となっている。今後、グローバルコンバットエアプログラムによって生み出される次期戦闘機の輸出を行う場合、イギリスやイタリアが、ヨーロッパ方面、日本がアジア方面というざっくりと、地理的な地域で分けることが想定されており、国の数だけで言えばアジア方面は少なくはない。しかし、アジア方面を、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、そしてオーストラリアと見た場合でも、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイなどは、とても、最新 A クラスの戦闘機を輸入する経済、軍事規模には達しているとは言い難い。そのため、残りの、インド、シンガポール、オーストラリア、そして扱いが、地理的に微妙なアラブ首長国連邦あたりしか対象となりそうな国とは思えず、個人的には、仮に、次期戦闘機の輸出を日本が担うとしても、そこまで、
大量に輸入を行う国があるのかには懸念を感じる。